はい、こんにちは、かばばです。今日はですね、面白いの見つけたんでご紹介したいと思います。ネットでね、これを見つけた途端ね、まあ、3秒でポチっていました。これね、よく見ると引き出し式のアルコールストーブって書いてあるんですよ。まあ燃える部分が引き出せるようになってるというようなことなんですけど、あ、これは面白いとまあピンときたんですね。怖いな。じゃーん、すごいのが来たねはい、見るからにというかステンレスそのものなんですけど、ごとくしっかりしてますね。でこのサイドね、まあステンレスの無垢でできてますね。で後ろ、はい、こんな感じでプラスチックの足が4つあります。で真ん中空いてます。これ説明書も何もないんでこれつまみあるでしょ、これをクッてやるとこう開くんで、ね、で引くと取るなるほどね。あ、これね、中国の簡体字ですね。簡体字で開く閉まるって書いてありますんで、まあ、開く方に回します。で引くんだよね。あすごい出てきたよ。横から見るとこんな感じで、これを締めてね、つまみをね締めるって方に回すと、もうこれ引っ張り出せなくなるね。まさに締めるですね。でこれを開くって方向、開くって方向に回すと開きます。カメキリムシのね、顎みたいなやつがついてますけど、スライドさせるとこう開く仕組みになってますね。で火力調節とね、そういうことなんだろうね。この小汚いのはこれ焼け跡で拾ってきたわけじゃないですよ。僕が長年使ってるね、エスビットのポケットストーブです。この動画見てる方は大体このポケットストーブ持ってると思うんで、大体想像つくと思いますけど、まあ、大きさ的にはこんな感じですね。すごいよね、このこちらのでかさがね。まあ大体まあ底面積でいうとね、まあ、こちらの4倍近いで、高さ五徳までの高さで比べるともう全然違いますね。超でかいです。でちなみにね、これがまあみんな大好きユニフレームのシラカップですね。これは一番一般的なあの300ミリのやつですね。シラカップですから、まあ、先がこうすぼんでるんですけど、これはね置けないですねこれはね沈んじゃう。ですので、まあ、ここに網かなんか敷いてね乗せれば、まあ、当然乗っかりますね。家庭用サイズの、まあ、夜間であるとかフライパンはもちろん乗っかりますし、アウトドア用のクッカーでも底が広いタイプね、あの縦長じゃなくてね、ああいうやつだったら全然問題なく乗っかると思いますが、まあ、先ほどやったようにこのシェラカップみたいな、まあ、先がねすぼんでるやつはスポンと落ちちゃいます、まあ、ただねこれ使い方なんだろうけど、まあ、落ちちゃっても、まあ、いずれはねこれ円錐形ですから止まるんで、まあ、これでいいっちゃいいんですけどね。はい、大体大きさはそんな感じです。これはまあ家庭用のね、どこにでも1台あるようなはかりですけど、はい、こんな感じで622って出てますね。何こんな重いの。622じゃ多分無理だね、持っていけないね。話のネタにはなるけどはい、そういうことでございまして大変面白いストーブを買ったと、まあ、いうご報告なんですが、ちょっとね燃料入れてやってみましょうか、せっかくですから。まあ、開く方にして、まあ、このねくぼんでるお皿状のところに燃料入れるわけなんですけど、例えばまあこれアルコール燃料ですけど、こういったボトルからねここにジョボジョボジョボって入れて燃やすと。それってアルコールストーブとはまた別ですよね違うよねアルコールストーブっていうのはあの1個のね、例えばまあトランギアとかねエヴァニューとかってありますけど、まあ、入れた方が効率よくできると思うんだけど、この高さの問題で入れたらこれ閉まんないよね、どう考えたら。だってこんだけしかないんだもん、厚さがね。それ考えると、まあ、手作りの薄っぺらなアルコールストーブを作ってね、ここにビルトインするしかないんですよね。外箱の表示にあるように、これ主製炉って書いてある、これアルコールストーブって意味ですけど、これアルコールストーブとして使うのはどうかなとっていうふうに思うんですよ。これね 25g の固形燃料、これだったらどうかなと。ほら、これって入るんだよね。
まあ、別にこの時点で入れなくてもいいんですけど、でこれでもいいんだよね。で要はね、火力調節するのに必要なこの蓋がね、閉じられればいいわけですよ。そうするとちょうどこの 25g の100均の固形燃料、これまさにぴったしです。シンデレラフィットです。じゃあちょっとね、一回ね燃やしてみましょうか。はい、開いて入れます。はい、つきました。いい感じで燃えてますよ。持ち運びとかね、まあ、スペースの問題、そういったものをクリアできれば、基本的に火を扱うものっていうのはどっしり重量感があってね、安定してるものがいい。あの上に乗っけるものがこけてもね、この土台となるものがこけなければ火事にならないわけですから。あと問題はね、消えるかどうか、これをやりたかったわけ俺は。はい、じゃあ閉めますよ。はい、閉めました。どうなんだろう、あ、しま消えてるわね。じゃあね、ちょっとこれを外してね、次なんですが、まあ一応この外箱にね、まあアルコールストーブって書いてありますから、やっぱりアルコール燃やさないと実験ならないと思うんですよね。ということでアルコール燃やしてみます。でね、これ100均の、ね、セリアで売ってたね、あのちっちゃい皿があるんですよ。 MSR のガソリンストーブの余熱に使ってるんですけど、アルコールストーブ用の受け皿としてこの中に入れますね。っていうのはね、直接ここにアルコール垂らすのはちょっとどうなのかなとまあそういうふうに思ったんで、これちょうどね大きさ的にぴったりなんで、ね、この中にちょっとアルコール垂らしてみますね。この実験は結構ねやりたかった。こんなもんでいいかな。じゃあ火つけます。はい、ついた。おお、いいんじゃない。これはね、まあ、受け口が広いから結構な火力になってます。基本的にはね、空気に触れる面積が広ければ広いほどね、火力っていうのは強くなるんですね。まあ加圧式もそうですけど、やっぱり原理的には受け皿が広い方が大きい火が起きます。これに関してはね、さっき見ていただいた通り、アルコールをねぶっ足せばぶっ足すほど、まあ、強い火力が続くことになります。すごいな、あんだけのアルコールの量があっという間に終わっちゃったもう一つはちゃんと消火できるかって話ですよね。はい、めちゃくちゃ火力が強いですけど、はい、ここでね蓋を閉めますなんかコトコト落としてるけどねお、いいじゃない。はい、この状態でもう一回やってみますよ。おお、いいんじゃない。はい、ということでございまして、割とね面白い実験だったですよ。開封して1時間も経ってないですけど愛着がありますね。ここコンロの部分を改造してね、ガスコンロのヘッドを埋め込んでみたいなとかね、要はこの筐体自体をね、なんかこううまく活かせないかなというふうに今思ってるんですね。まあそんな感じでね、今日は開封して即使ってみました。はい、こちらね、メイドインチャイナの引き出し式アルコールストーブのご紹介でした。はい、長々とご視聴ありがとうございました。カババでした。